それでは、今日はこの、6つの穴があるところで、どのシャープの、吹き方を、もう一つの吹き方を紹介したいと思います。何も押さないで吹くと、どのシャープできるんですけども、なるんですけれども、穴の一番下のところを右手の薬指で塞ぎます。そうすると、とても口から、トゥインホイッスル、そして指が安定して吹くことができます。こんな感じですね。一緒に吹いてみましょう。3、はい。なぜこうするといいかというと、安定するというのと、その後ドシャープからレ、ここに移るときにとっても吹きやすいんです。一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5個の穴を同時にパッと塞ぐのが、ね、すぐにやりやすいですよね。じゃあ続けてこんな風に吹いてみますね。一緒にどうぞ。もう一度。何も押さないですると少し手が不安定になるっていうのお分かりですかね。それでここの薬指を塞ぐと安定するということです。それでは、シドレの、流れで吹いていきたいと思います。シ、B の音、それからドのシャープ、そして全て塞ぐレ。一緒にやってみましょう。3、はい。できたら今度は、レドシで下がります。ドからシ、ドの音が一番下、シは一番上を塞ぎます。こんな感じです。何回も、繰り返して指の動きを覚えていくと、とっても、スムーズに吹くことができます。今日は以上です。ありがとうございます。